はいどうも、サイチャンネルのサイです。今回はフェーズ4で公開が予定されている MCU 史上初のアジア人ヒーロー映画シャンチー&ザ・レジェンド・オブ・ザ・テンリングスの新たな情報に触れていきます。過去にもこの作品のすでに公開されている情報を説明した動画を上げていますので、ぜひこちらも参照してください。それでは早速いきましょう。さて、以前の動画で今作のヴィランはマンダリンになると紹介しました。しかし、新たな情報によると、マンダリンに加えて新たに4人の敵が登場するらしいです。その4人というのが、スティールクロー、レザーフィスト、ゴーストメーカー、ムービングシャドウです。順番にどんなキャラクターなのか説明していきます。まずはスティールクロー。スティールクローは原作コミックにその名前で登場してはいませんが、コミックの中のタイガークローがこれに当たるとされています。タイガークローはジャイアントサイズマスターオブカンフーというコミックで初登場し、シャンチーの長年の敵として描かれています。次にレザーフィスト。レザーフィストはウィリアム・ヤング、ダグラス・スコット、ウィリアム・スコットという同じ外見の3人が名乗っている名前です。それぞれカミソリ剣という武術を使い、特徴として3人とも腕がカミソリのようになっています。次はゴーストメーカー。彼はブラックウィドウことナターシャが所属していた諜報機関 KGB でスパイ活動をしていた経験があり、中国武術の使い手です。そして最後にムービングシャドウです。彼は今作の主人公シャンチーの異母兄弟であり、父親フーマンチュにシャンチーを殺すことを命じられます。ムービングシャドウは優れた暗殺術と武道に加え、マンダリンに対して忠実であるため、今作で最も警戒すべき敵かもしれません。さて、4人のヴィランを紹介しましたが、ここまで聞くと敵多すぎるだろうと思われるかもしれませんが、この4人のヴィランはこれまでの MCU のヴィランのような登場の仕方ではなく、某異種格闘技漫画に登場する地下格闘技大会でシャンチーと戦うようです。すでにマーベルスタジオはこの4人のキャスティングを始めているらしく、今回の情報はほぼほぼ確実なものだと思います。はい、いかがでしたでしょうか。言い忘れていましたが、チャンネル登録700人突破ありがとうございます。年内に1000人到達して2020年を迎えたいと思っています。チャンネル登録やコメント高評価お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。